特に生きがいもなく生きているのがしんどいです。ただ知らないことの中に生きがいになり得るものがあるかもしれないということだけが光ってます。ひろゆきさんは何を生きがいに生きてますか？生きがいなんてありません。なぜなら毎日が楽しいから。あのね、まず生きがいとかがあると思ってるのが間違いで、別に生きがいはなくていいんですよ。ただあの漫画読んでて面白いでいいんですよね。あの最近僕スティールボールランを読画し終えたんですよ、ようやく。あの僕の知り合いの死んだ魚を見してる性格の悪いデブのおっさんがスティールボールランの1巻だけ家に置いてたんですよ。で僕1巻だけ読んでて、その先読みてえなと思ってたのに、そいつ買わねえんですよ先を。でまあ、あの結果として別のところで漫画を読んだんですけど、なんか最後まで読んで、ああ面白かったって思ったっていう感じで、でなんかまああの普通に漫画って読んでると面白いじゃないですか。で別にまあネットリックスとかのアニメとかでも漫画映画とかでもいいんですけど、見てると面白いよねっていうのがあれば、それ見てればいいと思うんですよね。であの飯食って美味しいとかがあれば、じゃあ美味しいもの食えばいいし、なのであのなんか人生の生きがいどうこうとか置いといて、あのなんかこれやったら楽しいとか、あのこれなんか幸せとか、あのなんかここで触ると楽しいとかっていうのがあればいいんじゃないかなと思いますけど、あのまあ彼氏彼女とかパートナーがいると割と分かりやすいんですけど、あの人間の脳って結構頭が悪くて、あの自分が好きである対象を触ると、あのオキシトシンというホルモンが出て幸せに感じるっていう能力というか、そういう構造になってるんですよ。なのであの母親とかがそのなんか自分の赤ちゃんとか触ってると、あの赤ちゃんを撫でてて赤ちゃんが喜んでるかのように見せかけて、実は自分の中でオキシトシンがドバドバ出てて自分自身が気持ちよくなってるっていうのがあるんですよ。であの猫大好きな人が猫飼ってて、猫撫でてる時も実はそれで、なのであの猫がそのなんか猫ゴロゴロさせて猫を喜ばせてるように見えてるんですけど、実は猫触ってる自分超気持ちいいっていう状態にもなってるんですよ。っていう感じで、あの自分のその脳内のホルモンを出して自分を気持ちよくするっていうのを割とあのうまく使うと、あのそのなんかでは他人のためにやってるように自分幸せになるっていうのを出すんですよね。なのでその漫画とか映画とか、そのあの知能を使ってやることで幸せになるタイプもあるんですけど、なんかそのモフモフした生き物を触るっていうのでも気持ちいいっていうのもあったりするんですよ。でそのまあ動物ペットとか、そのなんか赤ちゃんとかでの論文はあるんですけど、でここから想像なんですけど、多分ねフィギュア好きの人とか、そのなんか人形好きの人とかも、多分そのフィギュア触ってる時になんかオキシトシン的なもの出てると思うんですよね、きっと。なのでそのぬいぐるみ大好きっていう人も多分そうだと思うんですけど、っていうのでなんかその触るとこれ好きとかこれ楽しいとか、まあ、あのなんか人をダメにするソファーとかでもいいんですけど、多分そういうものも触ってるだけでそれなりに幸せになるんじゃないかなと思うんですけど、手に何持ってるのっていうので、あのビールのキャップなんですけど、僕あの手先に何か持って触ってるのが結構好きなんですよね。っていうのもあったりするので、まあそんな感じで、あの、なんか自分が幸せになるものっていうのを、あの、ちょっとずつ見つけてみると、ライナスの毛布とかもそうですね。なので、そんな感じで、あの、幸せになるものを探すといいんじゃないかなと思います。ペットとフィギュアの差はないからね、あります。まあまあ、ない人はいるかもしれないですけど、はい。